特撮ファンが親心、特撮俳優の売れ方。どうもゆうちゃまです。今まで何作も見てると、いろんな役者さんの売れていく姿を特撮ファンは目にしますよね。あの時あの戦隊ライダーウルトラマンやってた人がこんな話題作にって、本当に嬉しい反面寂しい気持ち、両方が込み上げてきますよね。なんかそれは誰を例に挙げるとかじゃないんですけど、特撮で応援していた人がドラマとか舞台、映画、CM で活躍してくれるのって嬉しくないですか？やっぱり役者業って本当に今は一握りの世界なので、もうコロナ禍もあって本当にこうやっぱり役者で売れていく、食べていくっていうのは本当に一握りだと思っていて、なので役者を続けてくれている、なんか映像、舞台で活躍してくれてるっていうのが本当に心から嬉しいんですよね。朝ドラ出演とか映画で主演とか CM に出るとか、売れてしまうと自然と特撮作品に客演で呼びづらくなるという気持ちはわかります。わかるんですけど、その葛藤わかりますよ、特撮ファンの方々。でも役者として続けてほしい、なんか僕はそう思ってます。できるなら、そして売れてほしい、そんなゆうちゃまです。皆さんはどうお考えですか？特撮ファン、やっぱり売れてほしいですよね。程よく最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。